ヒップホップって何ですかって言われたら、何ですかって言われたら、まあ一言じゃ難しい。そういう風に既存のあるものから自分たちで持ってきて勝手に組み合わせていってしまうっていうものの考え方がすごいヒップホップっていうのだし、新しかったと言われているわけですね。はい、まあこれはそのヒップホップというこう枠組みのお話で、で多分ね、まあ全部は難しいんですけど、プラス僕ラップなんでね、このラップの誕生の話し会までちょっとさせてしようと思うと、でそもそもラップっていうのはそのヒップホップのブロックパーティーがあったわけですよ。みんながこうやって楽しんでる黒人の不良とか、そのそういうブロンクスという地域にいるような人たちが、俺たちの求めるもっと荒々しい音楽、もっと踊れる音楽っていうのを突き詰めてた時に、まあ DJ がそれをかけてるんですけど、横で常にいやみんな盛り上がれみたいに煽ってるようなやつがいたわけです。それがもともと MC って言われてて、ラップの先駆けみたいな形で、もともと MC ってこうマスターオブセレモニーだったりとか、ムーブザクラウドの略だったりとか、いろいろ言われるんですけど、そのセレモニーのマスターだから司会進行ですよね。だったりとか、ムーブザクラウドってムーブって動かして、クラウドっていうのは群衆とか観客なんで、こうお客さんをこう動かすとか煽るっていうのが MC の仕事ですよみたいな。だからラッパーっていうのはもともとどっちかっていうと、今でいう DJ の横にいてこう煽ってるサイド MC の人みたいな雰囲気、あれがもともと MC の先駆けみたいな形だったんですね。でそれでずっとやってきていて、である時にそのシュガーヒルレコードというのがありまして、あのそこがそういうヒップホップのイベントがどうやら盛り上がってるらしいぞと、なんかブロンクス行くとすげえ黒人のみんなが集まってきてすごい熱狂的にどうやら盛り上がってるらしいと、じゃあレコード切りたいよねみたいな、これをじゃあ音源化どうやったらできるかなっていうので、そのシュガーヒルレコードっていう人たちが最初にやってみようと言って、その社長が息子に言ったらしいんです。それはこの本に書いてあったんですけど、その俺、おいっつって、お前の周りでラップできるやつを呼んでこいと。したら、その息子が、本当はもうその黒人とかのイケてる、すでに長い売れてるような人たちいたんで、そこに声かけなきゃいけないんですけど、分かったよ、連れてくるよ、父ちゃんつって、あの全然その辺の素人の、俺ラップできるぜって適当に言ってるような若者をバーって連れてきちゃったわけですね。それを何人か連れてきて、で、出した音楽がシュガーヒルギャングというグループで、ラッパーズデライトという曲で、今も超売れてるんですけど、そういう曲なわけです。でそれもその当時流行ってた曲、ブロックパーティーで流行ってたあのグッドタイムっていうシックの曲があるんですけど、みんなそれを、その時はそのパーティーでは DJ がそのグッドタイムという曲を2枚使いでかけて、 MC がわーっつって煽ってパーティーしてたわけです。それと同じようなそのグッドタイムの曲をバンドに弾かせて、その上でイエスセッションとかロックオンとか、みんながこう作ってた煽り用語をどんどん並べさせて、その素人たちにラップさせたのがシュガーヒルギャングというので、それが思いの外ポンって売れたわけですよ。そうすると黒人、そのブロックパーティーやってた人たちは驚いたわけです。え、売れんのみたいな。で後々インタビューとかすると、そのすでに活躍してた人たちは、いやそんなのが売れると思わなかったみたいな。え、だって人の曲のレコードの上で俺が今から煽りでみんなやべえ盛り上がれみたいなの言ってるのを焼き直して売って、誰が欲しいんだよそんなのみたいな。だ普通に言えばそのDJ が流行りの曲をかけて、それを横で MC が、いや調子どうみんなみたいに言ってるのを入れた状態でもう一回焼き直すみたいなことなんで、そんなレコード誰も欲しがんないっしょって言ってたら、すごい実は需要があったと。それでそのもともと活躍した人たちとか、コールドクラッシュバーダーズとかも、あ、なんだいけるんだってことで俺たちもやってみようぜっつって、どんどんレコードが出始めてくるみたいな感じになるわけです。なんで最初はそういう特にできる人でもない、その寄せ集め集団が出した曲がたまたまヒットになったみたいなのが、ラップのそのラップというものの音源化の歴史の最初だったみたいな感じですね。これね、曲かけると分かりやすいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないわけでねなんでね、あの後でみんな調べてみてもらえたら嬉しいですねそうそうそう、まあそうやって始まりましたよみたいな形なわけですよ、うん、そうそうそう、難しいかね。でまあそこからカーティス・ブローとかランディ MC とかがメジャーという形で出すようになって、もっとヒットして、でどんどん売れてくるみたいな感じで、で、あのランディ MC のあの Walk This Way って曲もみんな知ってる。これあのエアロースミスの Walk This Way ってのにランディ MC がラップしてる時でも、めちゃくちゃこれは売れてる曲があるんですけど、それももともとブロックパーティーではエアロースミスの特にイントロのドラムとかかっこいいよねってことで、そこをみんな2枚使いしてたんで、それにランディ MC がただラップを乗っけてるような曲なわけです。でも当時エアロシブスは人気めちゃくちゃなくて落ち込んでた時で、ランディ MC がそれをやったことによってランディ MC も売れるし、エアロスミスの人気も再燃するみたいな。でも別にエアロスミスは人気なくても、エアロスミスのこのイントロドラムはかっこいいよね、別に世間の流行りとそのヒップホップ界隈の人たちの流行りは関係ないんで、
エアロスミスその時人気なかったけど、俺らの中ではこのイントロのブレイクは超かっこいいよね、ここはずっと押していこうよみたいな感じでかけてたから、で結果そのおかげでヒップホップ再燃する、あエアロスミスも再燃するみたいな感じですね、うん、だから結構ね誰がやってるとかその時の流行りとかがあんま関係ない、それって今もそうなんですけど、いろんな音楽のサンプリングしてヒップホップって出来上がってるじゃないですか、コラージュアートみたいな感じですけど、それって結構自分たちの主観から見てかっこよければいいわけです。それがロックであろうがソウルであろうが J-POP であろうが関係ないよねみたいな、俺たち主観の中で軸でかっこいいと言われてるものを勝手に持ってきてくっつけちゃおうよみたいな、その俺たち主観っていうかっこよさの定義みたいなのがこうある種ヒップホップ的な価値観だったりするみたいな、あここまで来るとだんだん難しくてわけわかんなくなってくるね、はあ、みたいな感じなんですよ。はい、どうでしょうかね。卒論テーマヒップホップでした。お、新学期みたいな感じ、曲かけてもらえると、うわガチの授業ですね、ほうほう面白い、アンダーライン引かなきゃ、すげえ説明深いし分かりやすい、歴史のテストに出ないかな、分かりやすいです、歴史のテストにこんなの出たらいいのにね、俺も出たらよかったよこれ。そうそう、まあそういうわけで成り立ったと。だからまあ要するに最初はパーティーだったわけですよ。でパーティーを煽ってる MC がいて、そうでそれがだん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 あのこうレコーディングされるようになって進化していったみたいな。でこの本読んでくれるとね、さらにもっと面白い深いところまでね書いてあるわけですよ。あのなんつったらいいんだろう、これで言うとね、あのシロさんも言ってたけど、ヒップホップはそのあの万葉集から牛呼吸和歌集だみたいな話とかしてて、なんつうのかな、その読み人知らずみたいなものがすごい多いんですよ。例えば危な、あのみんなでその集合地を作っていくわけですよ。その俺たちの中でかっこいいよねっていうものを積み上げていく作業なんで、例えばそのブレイクビーツ言われてる部分でも、その例えば誰々が見つけてきたらとか、誰々が見つけてきたというものがこう文化的に蓄積されていくわけです。 MC の煽り用語も今でもチェケラーとかイエスセッションとかロックオンとかユードンスタッフいろいろあるんですけど、そういうのって最初に誰が言ったか誰も分かんないわけですね。いつの間にかみんなが言うようになってて流行った言葉たちみたいな、そういうのがそのパーティーの中で、あその単語いけてるよね、俺も言うぜ言うぜ言うぜみたいなのでイエスセッションってみんな言い出すとか、なんかそういうのがどん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 こういつの間にか積み重なって、読み人知らずみたいなフレーズがいっぱいあるわけです。そういう膨大なアーカイブを使って新しい人たちはどん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 やっていくみたいな、なんですごいロックと対比してるんですけど、例えばロックの音楽っていうのはビートルズが出てきてそのロックを一段押し上げるみたいな、あのもともとある文化をすごい天才的なアーティストが出てくることによって文化が塗り替えられて次の次元に進んでいくみたいな、だロックってどっちかっていうと一つの天才が出てくるタイミングごとに音楽の色が塗り替わっていくっていう音楽だったりするわけですけど、ヒップホップってのは集合地だから、こうみんなでそのアーカイブしていくんですよ。これがいいよね、これがかっこいいのがかっこいいよねっていう知識をみんなでアーカイブしていってどん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 増えていくみたいな、だから音楽としての進化のスピードがものすごく速いんですよ。だから誰かがいいのやったら、あそれいいじゃん俺やっちゃうわみたいなのを気軽にやっていくから、でどん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 、あそれいいねそれいいね、だからこの音楽のスピードが進化のスピードがすごい速いっていうね、それが今っぽくもありみたいな感じなんですけど、こうなってくるとちょっと難しいかな、うんですね、はいですね、もう30分ですね、そうそうそう、でこれねこっからね、さらにこれ始まりで、でラップのねこう始まりから今のラップに至るまでの変化とかいろいろ読むとすごい分かりやすいんですよね。あのなんでラップがこういちいち言い踏まなきゃいけねえんだとか、こう黒人がマッチョでやってるけどあれは何なんだみたいなのもこれ読むとねすごいすっきり分かるわけですよ。あそうやって楽しめばいいのねみたいな、これで言ってんのは結構ヒップホップっていうのはあの音楽ジャンルの一つだと思うからみんな乗れないんだと、あのヒップホップっていうのはある種のこうコンペティションでありゲームなんだと思うともっと分かりやすいよねみたいなすごい言っていて、それこそまあ普通の音楽ってさ、まあもう超フリーなわけです、何やってもいいんだけど、ヒップホップっていうのはどっちかっていうとバスケとか野球みたいにルールがあるわけです。一定のルールの中でみんなが競い合うから起きるミラクルがいっぱいあって、それこそバスケットボールってこうボールついてって小さいゴールに入れるっていう、で歩いちゃいけませんよっていうルールがあるからスーパープレーが飛び出すわけじゃないですか。そこでそれを見ながら、いやそんなのドリブルで歩いて走ってけよっていうのは野暮なわけじゃないですか。それじゃあ見れない素晴らしいプレーがあるからみんなそのルールの中でやると、そういうのの感覚にヒップホップは近いんですよね。ヒップホップ的なありなしの観点とか、そういうヒップホップの中でかっこいいとされるようなルールの中でやってて、だからこそ新しい、うわそんなのできたんだみたいな
ミラクルが飛び出すみたいな。だからそのラップの人にさ、なんか音楽的じゃないよねとか、いやそれちょっと不協和音じゃねとか、コードが間違ってるよみたいな話は野暮なわけですよ。いやもう関係、そういうこと言うだよみたいな、それサッカーの選手にボール手で持てって言ってるようなもんだからみたいな、そうじゃないから俺らはミラクルが起こせるんだよねみたいな話だっていうのがこれには書いてある。それがめちゃ俺もね腑に落ちるわけですよ。そうなんですよねみたいな。だから何が言いたいかっていうと、やっぱねルールをある程度知った方がやっぱすげえ楽しめるわけですよ。やっぱ野球のルール知って見てんのと知らないで見てるのじゃやっぱ楽しみ方が違うじゃないですか。それがちょっとあのヒップホップの敷居を上げてしまってる部分の一つでもあると思うんですけど、ルール知ってた方が絶対面白いんですよね、見てて。サッカーもそうだと思うしさ、まあスポーツ全般そうなんですけど、だからでやってるプレイヤーはみんなルール知ってるから、アメリカのヒップとか見ると超楽しいわけです。こんなことできんのみたいなとかさ、まあそのルールが別に明確にでさ、手でボール持っちゃいけませんよみたいな書いてあるわけじゃないのが難しいんだけど、だからそういうのをみんなもなんかなんとなくとか感じてもらえるようになってくると、よりヒップホップはもっともっと面白くなるよみたいな、うん、だからこう男がこう野球見てて、いやー超面白いですよ、横でルール分かんない女の子が超つまんないみたいに言ってるのと同じ現象になんとなく日本はなってるわけです。ルール分かんないからさ、だとなんで喧嘩してるのかも分かんないわけですよ。なんか悪口言い合ってるよ、なんでだよみたいな、それもある程度ルールが分かってくると面白いわけですよね。すごく、あそうね、競い合ってるわけだから、腕の試し合いだったりとか K-1 とかの戦いみたいに見えてくるわけですよ。だけどそれがプロレスみたいに見えないのはやっぱりルール分かんないとねっていうのもあるっていうね、はい。なんでこれね結構読んでください。読んでください。他にもいくつかあったりするんですけど、でもやっぱねこれが一番分かりやすいと思いましたね、いろいろ読んだ中で。特にヒップホップをそんなに知らない人が読んでも分かりやすいのはこれだと思いましたね、うん、でこれ読みながら、今 YouTube もあるんでね、出てくる曲の動画を YouTube で検索しながら読めば、まあ、ほぼ大体置いてかれることはないと思いますね。なんでぜひ読んでもらいたいです。さらにこれなんだっけな、とヒップホップはお笑い芸人だ、あの日本でいうところのお笑いだとかね、あのヒップホップってどういうものかっていうの、ヒップホップとはプロレスであるとか、ヒップホップは少年ジャンプであるとかね、いろいろ書いてるわけですよ、あの当てはめて。俺はヒップホップはお笑いである説はずっと昔から俺も思ってて、あの例えばヒップホップってすげえ不良のお兄ちゃんがいるわけじゃないですか。で不良のお兄ちゃんがラップしてんだけど、不良に見えてもその不良っぽくラップしてる人は意外に頭が良かったりするわけです。アイスキューブとかも大学出てたりとか、でそういうある程度できる人が地元の不良友達に聞いて、怖い話を聞いて、それをうまく文章に書いてラップして出してるみたいな。例えばビートたけしもそれに近いものがあるわけです。ビートたけしってあの人別に普通大学行ってるし、あの人自身がすげえ悪いわけじゃないんだけど、きっと周りにはいろんな人がいたりとか、そういう面白い話をいっぱい聞いてきて、それをうまく話せる人があの人なわけです。だそういう風にいろんな世の中に起きてることを面白おかしくちゃんと伝えられる人ってのがラッパーでありお笑い芸人でありみたいな、滑らない話みたいなのと一緒なわけですよ。みんなのあるあるの話をどんだけ面白く伝えられるかってのが日本のお笑い芸人に求められてるし、ラッパーにも US のラッパーはそういう人たちなんです。普通の人たちが聞いてて、うわそれ超面白いねみたいないうのをどれだけうまく伝えられるかとか見つけてこれるかみたいなのがラッパーのスキルみたいに言われてて、その辺がすごいね、アメリカのヒップホップとお笑い芸人が似てるねみたいな。あと成り上がりのカーテンでもそうだと思うわけです。ダウンタウンみたいなのがさ、いきなり売れても億万長者になりましたみたいなのが、アメリカのラッパーだとガンガンいるわけです。ああいう風にそんなお金、あのまあそんなお金が持ってる人たちがない地域から出てきた人が一発当ててドーンってビッグになるみたいなのがどんどんあって、そういう地域のやつが俺もラッパーになるぜ、あんな儲かるならみたいな言っていくとか、俺は女の子超モテてるぜってラッパー、あのお笑い芸人とも言うじゃないですか、テレビで。お前女の子とコンパしてみたいな、ああいう話をラッパーもずっとしてるみたいな、曲の中でみたいないう感じなわけですね。はい、ケイさんその本サインして観覧車プレゼントしてくれないから、これダメですね。僕も何度か読むんでね、結構本って 3,4 回ぐらい読むとやっと知識定着してきたりするんでね、僕も昨日今日やるためにもう一回読み直したりしましたからね、はい、でもねそのぐらい面白い本なんで、この文化系のためのヒップホップ入門はねぜひ読んでもらいたいです。